おはようございます。4月20日6時31分の相場解説になります。今日は月曜日なんでね、週足から見ていきます。で、週足の中でもちょっとこちらの方をねクローズアップしていきましょうか。この辺ですね、このここら辺をクローズアップしていくとちょっと分かりやすくなります。で、その前にですね、例の線を引いてみましょうか。ここでしょ、ここでしょ、ここ、それからここ、こういう風に横にブーッと線を引くと符号するところが見えてきますよね。この線に当たるとこういく、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 まあこれヒゲがねちょっとありますけどもね、こんな感じで、全体像を捉えた後、この四角の中をねちょっとクローズアップしていきます。線も大きくします。こういう風になってますね。さあ、これで何が言えるのかと言いますと、まずはねここ見てください。上ヒゲを出してコマみたいな形の、これね、こういう形の、まあこのローソク足がありますよね。ちなみに、カラカサっていうのと似てますね。カラカサ。このトンカチとかね。なんかあんなの、もう連想できますよね。で、まあそれはちょっと置いといてですね。この上ヒゲがビューッと長く出てるところの次は陰線になるということなんですけども、陰線になりました。で、今度は下ヒゲを出してますんで、今形成中のこの陰線っていうのが陽線になるような感じですね。1週間が陽線になるんではないかなっていうふうに考えられます。プラスまだあるんですよ、要素は。これ見てください。ここヒゲの一致ですね、ここが。で、ここも実線もほぼイコールなんですよ。ということで、これ上のね、上に向かう圧力がここでついたんではないかなと思うんですよね。まあ、わかんないですよ。わかんないですけども、そういうふうに軽く感じておけばいいかなというのが週足です。次はデイリーなんですけども、デイリーも、この辺をね、ちょっと見てみましょうか。この辺ね。横ばいになってはいるんですけども、この四角の中をクローズアップすると、ちょっと興味深いことがわかります。ちょっと線も大きくしますけどね。それはですね、ここが揃ってきてるってことですね。こういう風な山を作って、ここで跳ね返って今上に行ったよってことなんですよ。で、さらにまた下に下がりつつあるということですよね。予想されるのは、こういう風に来て、ここにぶつかってっていう感じですね。で、次が4時間足。4時間足も、前もお示ししましたけども、ほら、ここにね、ゾーンができてるわけですよ。上からドーンと強い流れできたのが、ここで跳ね返って、同じところで跳ね返って、また同じところで跳ね返りました。で、今、こうやってね、下に下がりつつ、横ばいになりかけていると。横ばいでありつつ、下の方に行ってる感じですね。で、これをクローズアップすると、こういう風になりますよね。じゃあ、ゾーンを引きますよ。この下髭で一致してるところ、こう、ほらね、ぴったりでしょ。これがね。で、これをもっと伸ばすと、今のチャートバーっていうのが、まあ、もともとはこういう風に来てね、ここで止まったわけですよ。で、跳ね返って、また今下がりつつあるんですけども、これがここまで行くんではないかなってことですね。で、1時間を見てみると。1時間を見てみると、上から、ぎゅーっと降りてきたのが、ここでね、跳ね返って、まあ、いろいろとギザギザはあったんだけども、今どうなってるかというと、また、下の方に回帰しているというところですね。で、どこまで行くかというと、この辺まで行くんじゃないかなっていうふうに力点が見えるわけですよ、ここが。で、改めて、この辺をちょっと注目してみるとですね、はい、1時間ですけども、ここにゾーンが引けるということですね。で、この辺見ていただいたら分かるんですけども、まあ、上ヒゲも下ヒゲも両方も出てるんですよ。両方も出てるんですけども、今までの要素を兼ね合わせていくと、上ヒゲの方に分があるかなと。下ヒゲよりね。まあ、どっちとも言えるんですけども、私はこれがね、なんかギザギザしながら、やっぱ下がっていってるんだろうなと思うんですよ。こういうふうにね。で、まあ今引いたここにね、この辺りに来ようとしてるんではないかなと、こういうふうに
行こうとしてるんじゃないかなっていうふうに見えます。ですから今後は売りで入ると、まあ取れていくんじゃないかなと、だいたい106円の980あたりまで取れていくんじゃないかなと思います。うん、それにしてもちょっと前までね、108円をうろうろしてたんですけど、108円の中盤ぐらいを、今もう106円の方に向かってるんですね。まあ円高がちょっと進んでいるってことじゃないでしょうか。まあ、本日はこんな感じでね、全体像を捉えて、あとは細かく時間を追って見ていこうかと思います。なんか今週は大きな値動きがあるような気がするんですよね。